どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はガーテムバンバンのいろいろな動画を見ていこうのコーナー。前回は無事にコーチピクルズと一緒にねルーナちゃんから逃げ切ったんやけど、今回はコーチピクルズがね怪我しちゃったりとか、あと新キャラもね来たみたいなんで、今回もピクルズを助けたり新キャラに会いに行きたいなと思います。バンバンシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました。今回もねバギーハギーさんの続きの動画から見ていきたいなと思います。前回は足をねピクルズが怪我しちゃったから、お医者さんにすぐに見せていきたいなと思います。さあということでやってまいりました。あーここからだな。あーフェアリーウラルーちゃんだっけな、あのカンガルーみたいなやつ、あのカンガルーの子が出てきて、実はねこの後ろにピクルズが来てたんやけど、ピクルズがほらもう歩けないよって言って、あの助けを呼んできてくれって言われたよね。でここからがこのドクターフラッフィーパンツっていうお医者さんを探しに行こうっていう話のところだったね前回。よしじゃあ早速お医者さんのとこまで行ってみようか。ここからが確かね新しいパートやったと思う。フラッフィーパンツさん、あの僕のピクルズが足怪我してるんです、直してください。あれどこだっけ、こっちの部屋か。フラッフィーパンツ前回ねチラッと顔が見えた時で終わった気がするよね。こんにちは。あいる、あなんだ、私たちの値段かな、1回の訪問で1回のハート命みたいな感じかな。1回訪れることで1回命をいただきますっていうこと。この病院で1回見てもらうと料金が心臓1個ってこと。怖すぎない？え、そんなことないよね。フラフィーパンツくん、俺結構好きで、昨日の動画でも、こんにちは。あ、ワンハート、持ってこいってこと？落とされた。あれ？あ、何これ？ちょっと、悪いやつやったってこと？じゃあ、ドクター。俺いいやつやと思ってたのに、ドクターは。障害物レースをクリアして、なんて書いてるんだろう、これ。あ、私の、これだ。心臓をゲットしようみたいな感じかな。この心臓を、あの、ウラルー君、リドル君じゃないわ。あの、医者に渡せばいいんかな？あ、待って、ここにもなんか書いてるね。自信を持ってみたいな感じかな？自信を持ってくれたら、私は、妖精になるよ、みたいな感じかな？なんだろう、妖精が代わりに、俺の心臓をくれるみたいな感じなんかな？スペアの。で、それを使って、お医者さんにお願いを聞いてもらえるって感じなんかな？いけ。いけ、いいよいいよ。いいよいいよ。この障害物レースをね、ちゃんと乗っていかないといけないんで、しっかりと、うわ。怖いな。ゆっくり行こう。もうちょ、ゆっくり。わかったわかった。めちゃくちゃ早く行くのね。オッケーオッケーオッケー。もうじゃあ早く行こう。すごいゆっくり行けばいいのに。うわ、危ない。ゆっくり。おいいよ。いいよ。そこはいいよ。ありがとう、ありがとう。ナイス。次は？けどめちゃくちゃうまいね、この子。主人公。あ、やばい。どんどん足が。クモのとこ乗り移るんじゃないこれ。乗れ。ジャッペ。そこ。いいよ。左。とこ。いいね。次は？そこ行って、次もそこ行って、もうすぐで着くんじゃない？ウラルー君のとこ、来た。こんにちは。ウラルー君、あの、心臓をください。そこ、OK。こんにちは。来た。こんにちは。え、てか待ってみんな。お腹の中にめちゃくちゃ目玉ついてるんやけど。なんだこれ。あ、違う、子供かなこれ。カンガルーの子供、有袋類やったっけカンガルーって。お腹の中に子供を入れるんやけど、それが入ってるってことかな。こんにちは。ハートってそういうことか。このウラルー君が持ってるこのハートのステッキだ。このハートのことを言ってたんだ。このハートのステッキをもらって、あのフラッフィーパンツにあげると治療してくれ。いた、突き落とされた。続きも見ていこう。よし、戻ってきました。今度は突き落とされないようにね。待て、なんか言ってる。あ、待って、とりあえずね、こんな簡単なことで私のこのスティッキをあげると思ったって言ってたね。だから、これから、今からが本当のチャレンジをクリアしてみなさいって言ってんね。ちょっとなんか、怖い。あ、取った。あ、取った。けど、ま、取ったぞ。いいよ、いいよ。すごい賢いぞ、俺は。あ、やばい、追ってきた。やばい。それ怒るよな。取ったよ、もう俺。頑張れ。いけ。ああ、来た。素足らしゃらしゃらしゃ。あ、なんだ。お、待って、なんか、閉じ込めた。ここになんか書いてるね。緊急時だけ使ってくださいって書いてるのかな。よし。いいよ。なんか右にも書いてたね、今。これさっきと同じだな。自分自身になってって感じだな。オッケー。逃げよう。またこれちょっと、恨み買っちゃったんじゃない？ほら、後でなんかさ、追いかけてきそうじゃない？フラルー君。
来た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 、フラフィーパンツにあのハートのステッキあげて直してもらおう。コーチピクルズを、あ、こんにちは、ビジ忙しいのね。あ、なるほどこのやっぱりハートのステッキ持ってたら通してくれるんだ。あ、こんにちは。あ、やっとお客さんだみたいな感じ言ったかな今。なんて言ったんだろう、お客さんだみたいな感じ言ったと思う。オッケーオッケーオッケー、これでハートあげたから、あ、なんかピクルズを直してあげようみたいに言ってたね今。頼むよフラフィーパンツ、頼む頼む。ちょっと可愛いな歩き方可愛いな重そう。左に曲がったところにいるんです。あの足をね怪我してるみたいなんですよ。直せますかね、大丈夫そう。あ、よかったよかった、大丈夫そうって言ってる。あー、鼻鼻掴んで鼻掴んで持ち歩いてるんやけど、ほらこの鼻掴んだらちょっとここちぎれそうにならない？痛くないかなピクルズ。もうちょっと優しくね患者様使ってほしいね。よし、じゃあ続きも見ていこう。よし、帰ってきました皆さん。ピクルズ直してくれるってことはやっぱりフェアリーじゃない、これフラッフィーパンツか。フラッフィーパンツも優しいモンスターなんじゃない、ピクルズ的なポジションじゃないかな、わかんないけど、どうなんだろう。ピクルズ頼むよ、直してくれ。は、何、大丈夫、直してくれてる。あ、オッケーオッケー、とりあえずね手術室かどっか行くんかな。なんだなんだ、なんか来てる。ほら、うわー、子供出してきた。なんか後悔させてやるわって言ってた今。やばいやばいやばい、走らんし、あー、子供が。パンツ、ちょっとパンツどこ、パンツどこ行った、パンツちょっと助けてくんねいや、パンツにはちょっとコーチピクルズを任せよう。俺がこいつを倒すしかない。ちょっとやれ、おかおかおか、よしよしいいよ、やばい、あー、ベイビー、ベイビーちゃんがって言ってね、ごめんね。ちょっとじゃあ追わないでくれ。じゃあ早く逃げて。あ、来てる来てる、なんか増えてない、増えてないか、おりゃ、よしよし、ごめんねごめんね痛く、なんか痛いの嫌だったらちょっと来ないでくれ。うわっ、あー、こんなにいっぱい子供たちいたんだ。お腹の中に入ってたのやっぱ子供たちやったね。俺目玉だけいっぱい入ってるのかと思った、袋の中に。ということで続きも見ていこう。よし、帰ってきました皆さん。ここからやられないように次はねしっかり逃げていこう。やばい、殴れ、オッケー、よしよし、仕方ない、これ許してくれ、オッケー。次はここだ、なんか別の新しい場所かな。奥行って、何の音？何の音？後ろから来てない？あ、うわー、怖すぎる。早く行こう。あ、パンツ、パンツ、おおおお、パンツ、パンツもちょっと敵なんか？あ、踏んだ。パンツ今踏んだぞ。ほら、ここでこのウラローキッズをほら踏んづけて、ほら、ぺちゃんこになってた今。すまんな。やれ。ちょっとフラフィー君。あ、フラフィー君。踏んづけてくれてるんじゃないこれ。フラフィー君頼んだ、オッケー、ナイス、ありがとうありがとう。やっぱ患者さんは守るっていうのがお医者さんのポリシーなんだってほらほら、やっぱり仲間だパンツは。頼む、ありがとうありがとう。よしよし、お、なんだ、あ、あ、今度は俺が攻撃する番だ。おお、来た来た、これはちょっとピクルズの新しい仲間じゃない、ピクルズ以来の。背中に乗ってるもん。ほらほらほら、ウラルくん、ほらほら、追いかけろ追いかけろ追いかけろもうちょっとだ、いけ、やっつけろ、オッケー、もうちょっと、オッケーナイス、俺たち最強のコンビだよやっぱり。フラッフィーパンツ第二の仲間ができたぞみんな。フラッフィーパンツとコーチピクルズだ。次も見ていこう。よし、これでね一応バギーワギーさんシリーズ今出てる中では最新映像なよね。のでここでまたねバイバーイ。よし、これでまたね新しい新キャラも出てくるらしいよ。こんにちは、オッケーオッケー、もう帰ってこないって。なんてなんて、なんかねピクルスを治すために必要な何かがいるみたいなね、それを取ってきてほしいみたいな感じかな。オッケーオッケー、取ってくるよ。じゃあ任しといてくれ、ちょっと待っといて。その代わりピクルズの様子、あ、バイバイ。じゃあね、お、フラロー君まだ生きてたのかやばい、次始まったな。でもこれで俺は今回はねちゃんとピクルズを助けるよ。助けるためなら何でもするぞ。お、来た、
トールビクター、あ、これさっきフラッフィーパンツが言ってたやつかな、あーやっぱりビクタートールだ、そういうことね、ビクタートールの場所にあるものを取ってきてほしいんだって。でここでビクターはなんか誰も寄せ付けたくないみたいな感じらしいよ。ビクター誰も来てほしくないらしい、だからフレンドリーじゃないって言ってんね。ってことはそこに俺は今から取りに行かないといけないんよ。いやピクルズのために俺は取りに行くぞ。今なんか書いてあったね、トールビクター、こいつだなビクターっていうのは、これが俺のことを歓迎してない子やけど、この子の部屋にあるものを取ってこないといけないんよ。植物を育てよう、そして植物は君を育てるみたいな感じかな。ビクター Don't be afraid、植物を恐れないで、植物たちは食べたりしないよ君たちのことをみたいな、噛んだりしないよみたいな感じかな、優しいよみたいな感じだな。これがトールビクターだ。こんにちは、トールビクターさん、ちょっとピクルズ救いたいだけなんです。ルール1、触るな、プラントに触るな、植物に触ってはいけませんって感じかな。ルール2、フラワーが欲しいならスタッフに聞いてくださいと。なるほど、俺がねこれ必要ないよ。スタッフさん、スタッフ取っていいの勝手に、ダメって、怒られるぞこれは、これは怒るよ、だってさすがに俺勝手に取ってるもん、これはもう怒られても仕方がない、ちゃんとスタッフに聞かないと。けどピクルズも救わないといけないから時間がないんかもしんない、俺には。許してくれトールビクター、許してくれるはず、君ならこの花をあのパンツのところに届けないといけないんだ。なんか来るんじゃないトールビクター、どっかの木になりすましてるんじゃないトールビクター、違うかな、取った、大丈夫、いない、ギャーでかー、めっちゃでかいじゃんこれ、ブロッコリーみたいな。俺ブロッコリーめちゃくちゃ好きやから、ちょっとこのキャラクター好きかも俺。ということで、まあ次は絶対ねビクターがね襲いかかってくるよ、だって俺勝手に取っちゃったもん。けどあの草をピクルズのところまで届けないとピクルズ直せないからね。また続きも出たらみんなと一緒に見ていきたいなと思います。よし、じゃあみんな次はセールプレイタイムさんの方のバンバン3を見ていきたいなと思います。これはね原作に忠実っていうか悪魔バンバンがね出てくる方やから、めちゃくちゃ気になるねこれも。じゃあ早速見ていこう。確か前回はバンバンと一緒にこの本屋さんの迷宮のところからサイクロプスっていうモンスターがいて、それから逃げたって感じだったかな。でここでバンバンと別れたんやけど、バンバンが悪魔化してしまうっていうところやったね前回。ほらここでバンバンとお別れしちゃうよね。じゃあねバンバン。でここでこれね忠実ないよね本編に。でこのオピラバード号みたいのも乗れるよね、ここではこの話では。でオピラバード号に乗った瞬間に悪魔バンバンが出てきて終わったと思うよね前回。来るぞ悪魔バンバン、あー悪魔バンバン来た、乗れ、行こう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 、走れ、うわー来てる、怖、めっちゃ速いじゃん足、おすごい、ドローンもすごい速い、ドローンすごい機敏に動く、うわ見てみんなこの顔バンバンの、怖すぎる、あ許してくれバンバン、あんなに俺たち友達やったのに。じゃあね行こう、おどうぞおどうぞ、よしどうした、行けよ、逃げよう、やばい、来てる、逃げろ、どこ行ったらいいの、わかんない、あ来てる、早くオピラガード号頼むぞ、やばいギバニウムがめちゃくちゃ転がってくる危ない、行けるぞ、足で、よし、時間稼ぎになってる、オピラバード号頼むぞ、しっかり走ってどこまで行けばいいんやろ、ジャンプいいよ、来てる、ジャンプいいよ、ジャンプいいよ、バンバン来てる、後ろちょっと確認したいね、バンバンは後ろ振り向かい、大丈夫、振り向かなくて、いけそう、振り切ったかこれ、よしこれでしっかりと全部押して、頼むよ、早く、うわー来てる、続きも見ていこう。よし帰ってきました皆さん、ここでバンバン悪魔バンバンにやられてしまって終わって、またやり直しって感じかな。なんかねみんなのコメント欄で見たいけど、悪魔バンバンはもともとねモデルがデビルって書いてたから、悪魔がモデルになってるっていうのは確かに俺も覚えてたよね。でねコメントのみんなが言うには、結構これ過去の話なんじゃないかっていうことを言ってたねみんな。確かに過去の子供目線っていうならオピラバードに乗ってるっていうことも説明つくね。よくみんなそこまで考えついたね。
なるほどね、過去の話っていうのはワンチャンあるかもしれないね。本編ではここ入っていこうか。じゃあみんなはねどう思うか、いろいろね考察とかあればコメントで教えてくれると、俺はそういうの聞くの楽しいから好きよ。よしここで待って、ここってあスティンガーフリンだ、あ悪魔バンバン、やばい、八方塞がり、助けて、やばいやばいやばい、攻撃されてる、やばい、どうすればいいのこれ、やばい、うわバンバン助けてくれピクルズでもここはねピクルズいないよね、ピクルズちょっと助けてほしいけど、あ目玉攻撃、オッケーオッケーオッケー、あ来た、うわバンバンも来た、おバンバン持ってかれちゃった、悪魔バンバンどうなってしまうんだ、続きはどうなってしまうんだ続きを見ていこう。よしこれでセールプレイタイムさんの方も最後なんよね。これで今日もこれでまた次回が出るまでお預けなんですが、またねここも新キャラ出てくるっぽいよね。レミーっていうらしいね、名前はレミーちゃんっていう新キャラが出てきて終わりって感じなんかな今回は。こんにちは、うわー何これ、ゾルフィアスみたいなあるね、なんだこれは、また新コースみたいな感じかな。お、なんかいっぱい木集めて橋かけるんかな、ここら辺に。ナイスナイス、オッケー、危な危ないやろそれは、さすがに大丈夫、オッケー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 、どうすればいいんだこっから、ゾルフィアスみたいなのいるけど大丈夫、オッケー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 、これ本当の人間やったら多分滑り落ちてるぞこれこんな斜めの板ジャンプしてもわーってなって下に落ちてそう、大丈夫か、ここも閉まってるね、なんかどこもかしくも閉まってるね、どこ行けばいいんやろ、あのボタン押せばいいんじゃないかな、どこだそれそれ、電気つかないかな、こんにちは、あれ、あびっくりした、なんかすごいゆっくりになってる、さっきまであんな機敏に動いてたのに、あ来た、あいたあいたあいた、あこれがレミーちゃんだ、みんな新キャラクター四つ目の犬レミーちゃんです、こんにちは、お、なんかレミーちゃんが言ってんね、ワンワンって言ってんね、え何か食べるものをくれたら助けてあげるよって言ってんね、まあ犬やからお腹が減ってるんかな、ああいる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 、インフォメーションキオスク、やばい、この子にあげるんじゃない、それそれそれ、クッキーあげよう、犬クッキー、それ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 、クッキー、そう、そしたら助けてくれるって書いてたからね、よしよし、はいあげるね、はいはいはい、どうぞどうぞ、何もしないでね、だからまあもう一個あるね、左にかわいい、これうん吠えてるんやけど、ずっとレミちゃん3つあげ、あ待って4つ目あるんだそこに、よし4つあげよう、これはさすがに喜んでくれるんじゃないか、あー終わったどうなるんだ続きは、こっちもこっちやね、すごい楽しみやね、バンバン3。ということで今日はね、新キャラレミーちゃんとトールビクターっていうね、巨大な森みたいなブロッコリーが出てきました。やっぱピクルズにはねいつも助けてもらってるんで、今度はねみんなも一緒にピクルズ助けれるように、応援の高評価とチャンネル登録もまだしたらチャンネル登録もよろしくってことでね、また続き出たらみんなと一緒に見ていきたいなと思います。また明日バイバーイ。